はい、皆さんこんにちは。ピカです。ボーダーランズ32週目やっていくぜ。おっと、あそこにまだいるじゃないか。パス、スピシパス、どこだ。ちょっと待って、しまった。僕としたことがスキルの出し方忘れてるじゃん。手が多いって最高だよ。大当たり。今までちょっとクソゲー、グラセフ4に悩まされていたから、久しぶりのボーダーランズ。スキルの出し方忘れてるとはどういうこっちゃ。この大好きなボーダーランズ。まあこれが銃変更でとねえ、大丈夫ですよ多分。これが早いしね。近接攻撃ね。このアマーラの今僕使ってるこのアクションスキル、この緑のやつか。うん。で、もし、これは近接攻撃がもうすごい強い、おそらくすごい強くなるアクションスキルだと思うから、うん。まあ、一周目はこれ使ったんだよね。違うか。一周目フェイズロック、これ途中で変えたのか。これに。うん。うん。うん。はい。で、まあ、どうなるかわかんないけど、3週目とかね、もしできそうならば、まあ、できそうならばというか、できる、する条件としては、まあこの2週目と、またはるかにでも いかないけど、また、迫力がね、スキル強化されて迫力のあるアマーラを見せられるようであればやります。そして最後3週目は、このフェイズロック。フェイズロックをもうできる限り強化して、あ、これ違うか。フェイズロックってこれか？違うね。やっぱこれだよな。うん、数秒間ロックする。うん。はいはい。フェイズ、グラスプね。うん。うん。3周目もするんであれば、まあ、ストーリーとかはね、まあ、合ってないようなもんだから、これは。まあ、何回も一周、二周、同じストーリー、まあ、とりあえず、進みながら行こう。一周、二周、同じストーリー、やるのなんかアホらしいけど、こっち行けんのか。こっち行けんのかっていうか、こっちしか行けねえのか。はいはいはい。うん、まあ、ちょっと待って。なんか左スティックおかしいな。大丈夫かな。まあまあとりあえず3周目をね、フェイズロックのスキルを使ってやってみたい。また間違えてる。
ああ、R1 と、なんということだ。R1 と、あれを間違える。これは非常にやばい状況じゃない。待って、こっちか。うん。もっと訓練してから来な。じゃあな。さらばだ。動いたお前が悪いんだ。やばい。グレネードとアクションスキル間違えるとは、なんということじゃ。操作がちょっとおかしくなっている。パスーン、キシン、ポスーン。あ、そっか、ここ終わったんだよな。ここ終わって、あのバー3つのやついるとかやって言ってたね。ちょ、これためか。やばい。いけ。うっさー。オッケー、セカンドウィンド。いや、手は回してある。なんちゃって、これだからやめられない。なんか荒って出てきたんだ。あいつをやらねばならねばいかん。なんとかいけた。あとはまあ大したことなかろう。よし、まだいいの。まあ凍らせてアマーラ、このアマーラパンチ打ったらなんか普段よりすごいなんか攻撃力がある多いぞ。うん、よし。そうそう、これでこの先進まなければいけないんじゃな。え、なんだなんだか、パス、やばい、新手が来てる。
じゃあな。横か？後ろだ。殴り合いたいの？私と。やばいやばい、よし。このためショットガンはいらねえ。これか。これだね。うん。これを。ジェイコブあったよな。ジェイコブショットガン。マリワンいらん。トングか。トングで行こうか。これトング？うん。うん、こっちの方いいな。よし。ショートカットみたいようなことできる。入ってからか。これやっぱなんか左スティックおかしいな。壊れてきたか、なんかカチカチ止まるんだよな。まあ PS4 買った時についてきたコントローラーだからな、しょうがないといえばしょうがないんだが、片側が何が起きたか気づかないくらい速攻で片付けよう。他のボタンとかは全く問題ないんだが、だが1個でも壊れていたらもう終わりだからね。ここ行けんのか。今も止まったよね。俺止めてないんですよ。走ってきたけどここでカチッと止まったんだよな。エレベーターを呼ぶんだ。レーザーまで連れてってやる。分かった。バイパードライブ。結膜炎のせいで網膜圏の玄関が開かない時も。侵入した。今セキュリティプロトコルを抜けたぞ。今だ。今だ。今だって。だから今って。うるさい。分かってるよ。君なのか。ようこそ。ロック中だよ。君の無条件降伏を公式なものにして、一緒にザナラ号でパーティーをしよう。そう、私の遊覧ヨットだ。セキュリティボルトハンターを殺せ。潰してやる。やばい。もし前より、あいつだけでもぶっ殺しとく。あいつは生かしといたら危険だ。だけの遊びだね。パンチ一発。どこだ。パンチ。かかってるよ。
のし行くぜ。すぐ手が出ちゃう。ごめんじっちゃーい。本当に弾出したやつ誰？貴様ね。分かった。隠れても行って、行け、今チャンス。くっ、一発いけるやろ。 OK、投げ続けろ。やばいぞ。囲まれるな。これ、うん。握手しよっか。握手しよっか。できねえか。手ねえもんな。しようとしただなんて言わないでくれよ。あれは私のお気に入りのレーザーなんだ。ダメだ、これダメだ。ちょっとコントローラーかわすね。これ捨てるわ。これもう、ほら、下にいるうちの従業員の仕事が進まなくてね、士気が下がってきてるんだ。私たちのためには必要だろう。大事なのは我々エグゼクティブだ。これでまあスムーズに。君を守ろうとするあまり立場を危うくしている。セキュリティ、さっさとボルトハンターをぶち殺したらや。どうにかする。やべ、自爆はごめんだぜ。こっちにいる。あれ、あ、下か。来た、いい感じ。まだ一匹いる？あっちか。この後ろか。直通だぞ。
よし、行こう。ここはね、ボス戦まで自動販売機なかった記憶がある。弾はしっかり取っておこう。分かったわ。道を見つけたかもしれない。リース、君の間抜けなボルトハンターがこそこそしているのは分かってる。降伏文書に署名した方がいい。サモナイト。お気に入りのベーグル屋が片側この悪魔め。こっち。今のはまだ出力半分だぞ。早く降参することだ、リース君。出ないと君も真っ二つにしちゃうぞ。アホの片側め、もう少しだったのに。チルドレン・オブ・ボルトなんかと手を組みやがって。あのカルト連中は死ぬまで働くんだ。無賃労働に勝てるわけない。イージーイージー。そうだ、ボルトハンターの首は私の手で中を振り抜いて。いや、強え、狂言者だとは。ジェイコブ、ジェイコブ強いな。何？あれか、パレットか。熱い。あのアクションスキル出した後、本当敵見失っちまう。上か？上っていけるのこれ？あ、いけるな。あ、君らは何をしてるんだ？ボルトあんたを殺せ言うたからな。ねえ片川、うちが欲しいものちゃんとくれるんだよね。ボルト嵐をやっちゃって、グレートボルトが開いたらナンバーあっち強えやつか。
ばいぞ。この手なら貸してあげるけど。ただじゃないけど。1本1分 5億円よ。引っかかってる。退散よ。引っかかるな、この野郎。マッチ。手が多いって最高だよ。そうよ。時間の無駄。ゆっくりリロードして行ってちょうだい。よし、ガーディアントークン。そうね、アクションスキルの、ちょ待て。あー、なるほど、反動の剣。あー、射撃だ、ダメージかな。弾をしっかり取って、OK、この上行けんの？あ、行けるよね。ここはなんだ？よし、進もう。なあ、リース君、まだ降伏文書を受け取っていないんだが、次は何を狙えばいい？そうだ、君のお気に入りの遊園地はどうだ？おい、ダメだ、レイジーリバーランドはやめろ。レイジーリバーランドだけはやめてくれ。レイジーリバーランドはやめて。マジで。あ、発射。チクショー。大丈夫だリース、ザナラ号にも流れる半重力プールがある。入場料はアトラッシャだ。そうだ、あのレーザーを止める方法を探さないと。
やば、あちちち、やばい。逃げろ。ああ、そうだ、よし。あの安定化スラスターを停止しよう。時間稼ぎにはなるはずだ。片側目、レイジーリバーランドを壊すなんて人手なしにも程がある。部下たちをリフレッシュに連れて行ってたんだぞ。今こそリフレッシュが必要なのに、ベーグルもないし。あれどこ？あ、こっちか。この上か。止めたぜ。え、また止めたよ。どうだ、スラスとして見やがれ、スラスだ。口に出してみると間抜けだな。忘れてくれ。とにかくうまくいってるぞ。35番スラスターに故障発生。何が起こってるんだ。せっかくアトラッシャ本部をモヒカン狩りにするところだったのに、さっさとスラスターを修理せんや、ボケ。よし、いいぞ。カルトども蹴散らしてガンガン進んでくれ。もうすぐ裏口に着くはずだ。大暴力が死ぬ。そりゃまあ死ぬよな。なあ、あの距離なんだ。ちょっと待って、こいつ近づいたやつからどうしてどうして逃げる。お前来んな。あー怖い。まあちょまちょまこれで、やるのめんどくせえな。このアマーラがね、そういうちょまちょまは好きじゃないの。ちょめちょめだけが好きなの。ちょめちょめよ。着地ストッチ同時にちょめちょめよ。さあ来るのよ、死にたいやつから。来ないなら嬉しいね。さらばです。パシパス。うるさーい。なに、ちょい、何ボコボコにしてんだよ、バカ野郎。構えがなってないお前。腰打ちすればいいってもんじゃねえんだよ、バカ野郎。どこ行った行った後ろ。ありがとう。ぶっ放すぜ。あっちね。止まった。なんでなんで、くそ、やばい。今当たったけど、いや、いるな。さあ、戦いの時間だ。どこだ、横にもいるぞ。
つまた死んでね。ボス。よし。まあこいつらはやる必要ないんだよね、多分。経験値稼ぎにちょうどよかろう。よし、行こうか。待って、なんか茶色いとこで行ってないようなところがあるような気がするんだが、分からん。いいわ。よし、この上だよね。で、ここに飛び込む。じゃない、これだ。じゃじゃーん。なんでそんなに静かなんだ。マリワン社の基地に侵入させてやったんだぞ。ちょっとぐらいはしゃいだっていいだろ。シャイなのか。はあ、なら仕方ない。このテリアさんめ。よし、行くぜ。する方法はバッチリだ。ついでに制御室もすぐそこだ。バイパードライブを取り付けてくれ、うん、アトラスの最新式のな。おいリース、死の玉ってのはこれか。くそ、うわ、つまりその気をつけろ。止まったところを撃つ。素直に死ぬんだ。まあいい、先に行こう。いやー、ボルトハンター、うん、バイパードライブか。最新式のゴミだ。では死んでくれたまえ。くそ、あー、俺がそこにいればそんなドア絶対にハッキングできるのに。華麗にな。おお、来た来た来た、マジで来た。ひらめいたぞ。かわいい玉のやつを遠隔操作。これはね、フェーズロックならいけそうなんだが、これはいける。今のアクションスキルではあれは届かんよ。届かんよね、おそらくね。邪魔者は消す。汗かいて損した。本当に購入してしまったエイトフォーどうするのよ、あなた。いやだ、それ絶対に何かの糞が詰まってる。そうよ。
ない。なめんな。ここか。この上か。はい。これね。ああ、それそれ、完璧だ。俺の名前を呼んでるのが聞こえる。リース。よし、バイバイ。呼んでるわ。確かに呼んでた。俺にも聞こえた。よし。バイパードライブを使う。どこだ。でいいの？こっちだったよね。こっちだよね。え、違うの？違うのか。え、ちょ待て。これを使うのか。なんかしないといけねえのか。どうでもいいんだよ。こいつはもう探査機じゃない。リース探査機なんて呼ぶなよ。違うから。は？はよ行け。俺のことはリースフィアと呼んでくれ。ああ、ちょっと言いにくいな。リースフィア、リース、よし。ラキスカンダもういい。リースボールだ。あのレーザーを止めてボルトの鍵のかけらを手に入れるぞ。アトラス社のために。早くしろ。弾のスキャンが完了。今の言い方まずかった。制御室はこっちだ。なんてこった。こいつは扇風用じゃなくてあれ用だ。ローションが入ってるし、音楽プロトコルも光の照明。あれ用だと？そういうわけで頼むぞ、ボルトハンター。あれ？忠実なるマリアン社員の諸君、ボルトハンターの死体を持ってきた者にはザナラ号の2時間パスを進呈する。25種のチーズを使ったナチョスファウンテン。何ですって？営業のスキャックオイルマッサージ、そしてプライベートブースでサービスロボと監視なしで過ごす。何をするかは言うまでもないな。眠くなってきた。やべ。ちょっと待って。ああ、ここか。だか。よし。引っかかってるんだよ、俺。悲しいんだよ、それはよ。わかるか。貴様らにそれが分かるのか。こっちにたっぷり。問答無用だ。バシッ。パ
さす。まさにリンチ、コーナーリンチ。君はどう答える？はい、無言です。無視されました。頭きた。俺様を無視するのはいい度胸だ。ぶっ飛べー。余裕っしゃ。余裕だよ。ちょっとやべえ。逃げろ。よし、はい、呼吸を整えて贈り物の玉もしっかりと込めて、愛を込めて放ちなさい。わかりました。こっちです先生。先生こっちです。わかりました先生。スキルポイントです。あ、スキルポイントだ、これだ。俺何あげてたっけ。ちょっと見させてね。そうそう、アクションスキルクールダウン、これ狙っていたんだよ。これいけるよな、もう。で、これアーマーラがアクションスキルを発動させるとクリティカルでぶっ殺せるし、ヒットダメージがさらに増してドーパミン放出状態。はい、分かった。ならば、まあこれだよね。これ上げていこう。クールダウンしまくる。うん。あ、OK。原理であなたはハッキングしてんの？あ、こ、どっち？開けな。そうだな、俺はここに残る。サーバーを破壊して戻ってきてくれ。はいはい。
グビン。どこだ？いた。避けやがった。あ、あいつ追尾すんのか？これ。で、ここはなんだ？この下、ああ、リロードをちゃんとしといてと。で、どうすんだ？停止させる、これか。やったな。よし、戻ってくれ。君のボルトハンターはまだ逃げ回っているのか、うん、諦める気はないんだな、リース。そうか、ではお気に入りのフローズンヨーグルト屋とはさよならだな。そうよ、フランスフローグルトやめろ。商売禁止よ。だってあそこの。ダメ。リースが狂ったところでと、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。